バナジウム、バナジウムは原子番号23の元素。元素記号は V、バナジウム属元素の一つ。灰色がかかった銀白色の金属で繊維元素である。主要な産出国は南アフリカ、中国、ロシアアメリカでこの4カ国で90%超を占める。バナジン石などの鉱石があるが品位が高くないため資源としては 他の金属からの複製回収で得ている保、原油やオイルサンドにも多く含まれているので、それらの燃焼灰も利用される。金属としては柔らかく、転然性があり容易に圧延加工できる。常温、常圧で安定な結晶構造は、耐震立方法子で、比重は6.11、有点は1726、他に1890、1915という実験値あり、 沸点は三千四百十、三千、三千三百五十などの実験値あり。普通の酸、アルカリア水とは反応しないが、濃硝酸、濃硫酸や復化水素酸には溶ける。原子化は二価から五価まで多様な値を取る。成功点火剤としての用途が八割以上を占めているが、バナジウム化合物は触媒としても極めて重要なほ化学、電気工学、 電子工学の分野でも重要である。しかし、原油中のバナジウム、ポルフィリン化合物として揮発性を持ち、生油によって重油に移行するは、燃焼時に酸化物となると、鉱材表面の不動体被膜を低油点化させる、高温腐食現象、バナウムアタックを引き起こす。特に、ガスタービンエンジンのフィンを痛めるケースが多い。他にも、触媒毒となるため、 燃料重油中のバナジウムは十分に除去するのが望ましい。バナジウム鉱にフェロバナジウムとして添加する。鋼にバナジウムを0.1%程度添加すると炭素と結合して結晶粒がより細かい金属構造になるため人生を損なわないで強度を増やせる上、機械的性質や耐熱性なども向上する。伝説的なダマスカス鋼からも 微量のバナジウムが確認されている。鉄鋼系以外の合金には、主にアルミニウムとの合金が利用される。1924年に触媒作用が発見されて、以来、バナジウム化合物を用いた触媒は広く利用され、その用途は拡大する傾向にある。バナジウムは、酸化数による色彩の変化が多様であるため、高温に耐える着色剤として利用される。 バナジウムの示す色としては、五酸化バナジウムや塩化バナジウム、E が鮮やかなオレンジから赤示すほか、おおむね二化が紫、三化が緑、四化が青であり、五化で無色となる。バナジウムの発見には、右与曲折があり、歴史に渦漏れかけた別名をいくつか持っている。物質としてのバナジウムは広範囲に分布し、ほとんどどどこにでも存在する。しかし、 資源としては偏在性が強く、埋蔵量のほとんどは南アフリカ、中国、ロシアに存在するほか、ベネズエラのオリコタール、超重質油中やカナダのオイルサンドビチューメンなどの中に、硫黄などと共に含まれる。また、その生産も上記3カ国とアメリカとで9割以上を占める。そのため、供給は不安定なものとなりやすく、これらの国家や、 生産企業の動向による価格の高騰が、1988,1994,1997,2003、1994 1997 2003および2004年以降と頻繁に発生している。バナジウム鉱物の主要なものとしては、緑塩鉱 PB、ポ、OH、F、CL に類似した鉱物である、カ、塩鉱 PB、VO、OH、F、CL がある。他には、 カルノーイに、ウオ、v o 酸ホ、パトロニシ VS などが知られているが、資源としては、品位が低い。加えて、バナジウムの多くは、他の鉱物と共に、あるいはむしろ他の鉱物の副産物として、産出されており、他の鉱物の受給状況に、バナジウムの生産も影響を受ける。以上のような背景から、日本国内において、産業上重要性が高いにもかかわらず、 産出地に偏りがあり、供給構造が脆弱である。日本では国内で消費する鉱物資源の多くを他国からの輸入で支えてい実情から、一万一の国際情勢の急変に対する安全保障策として、国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。またリサイクル確率も重要視され、日本では廃食梅からの回収や、 重油ボイラーの灰などからの回収が行われている。バナジウムは人を含む大部分の脊椎動物にとって不可欠なミネラルではない。しかし生体内の酵素や作体の構成に加わっている例が多数確認されており、特に窒素固定細菌ではその酵素系における必須元素のモリブデンが欠乏した時、これを補うためにバナジウムを含む酵素が働くことが わかっている。これらから一部の生物では何らかの役割を果たしているものと考えられている。バナジウムは様々な生物、比較的単純な生物が多いから検出され、乾燥重量で 100ppm を超える生物も多数確認されている。また、特異的に濃縮する生物も何種か知られている。石油中に多く含まれる原因とも考えられている。 このほか、多く含まれている食品として、エビや、カニ、パセリ、黒胡椒、マッシュルームなどが知られている。バナジウムイオンが試験管内で細胞に対し、死毒性を持つことが確認されている。現在、ある程度効果が確認されているものは、次の通りである。健康食品に関連して2000年頃から話題になり、ミネラルウォーターやサプリメントが販売されている。 バナジウムは原油、重油中に多く含まれていることから、その燃焼により、毎年10万トンのレベルで大気中に放出されている。自然現象による放出は、年間10トンのレベルと見積もられており、大気中の浮遊人や、降水中に含まれるバナジウムはそのほとんどが、人間活動によるものである。したがって、天然水中のバナジウムを定量することで、 化石燃料による影響を評価することができるが、バナジウムは安定した酸化物を形成するため、原子球高分析では電気化熱炉法を用いる必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。